アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは、秋田千里です。今私は、グラビアの DVD の撮影でサイパンに来ております。ですね、今回サイパンで可愛い水着やセクシーな水着までいろんな水着を着させていただいて、そしてですね、私は泳げないのでたくさん浮き輪を使った映像などがありますので、皆様ぜひぜひ楽しんでください。かなりおすすめな内容になっておりますので、まず保存用、見る用、飾る用、そして友達に配る用で4枚は買っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。撮影中、はい、一番印象に残ったことは何ですか？印象に残ったこと、ナマコです。私ずっと飛行機の時点でスタッフさんと話してたんですけど、ナマコを見たことがなくて、こう見てみたいとずっと言っていたら、こうわざわざ集めてくださって、ナマコがずらっと浜辺に並んでたのがすごく印象に残ってます。では、撮影中一番苦労したことは何ですか？苦労したこと、ポーズですかね。結構グラビアのポーズってすごいこう、って反るのが多くて、やっぱ思ってたより大変でした。もし一度だけ願いが叶うなら何をお願いしますか？はい、願いが叶うなら、わー、これ1回ですもんね。あ、願い事を増やすっていうのありですか？なし、微妙ですね。1個だけ願いが叶うなら、いっぱい食べても太らないような体になりたい。いつも持ち歩いているアイテムは何ですか？いろんな薬が詰まったポーチと携帯とお財布とリップは絶対持ってます。あとゲームも持ってます。では学生時代熱中していたことは何ですか？私はゲームと部活ですね。軽音楽部やっていてボーカルだったんですけども、すごく歌が大好きなので、ひたすらもう授業とかは受けずにボーカルのことばっか考えて歌詞書いてっていう感じでした。はい、長いお休みがもらえたら何をしたいですか？はい、もうひたすら引きこもってゲームをします。なんかさっきからゲームばっかですね。ゲームしたいです。では一日男性に生まれ変われるなら何をしたいですか？男性に生まれ変われるなら、難しい、なんだろう、ちょっと向こうでなんかすごくスタッフさんがこそこそ言ってるんですけども、どうしよう。男性に生まれ変われるなら可愛い女の子とデートしたいです。ではドキッとする異性の仕草は何ですか？ドキッとする異性の仕草、仕草っていうか後ろからフッてギュッてされたらドキッとします。ではドライブデートをするならどこに行きたいですか？横浜です。横浜の大きい観覧車を夜スーッて見たいです。ちさちゃん、ストレス発散のリラックス方法はありますか？ストレス発散は、私は一人でカラオケによく行くんですけど、カラオケに行っても大声で歌い散らしてスッキリして帰ります。では今までファンから言われて一番嬉しかったことは何ですか？嬉しかったこと、地方に行かせていただいた時に、車椅子の方がいらっしゃって裏でこう挨拶させていただいたんですけど、握手会が直接できなかったので、その時にちーちゃんが僕の希望だよって言ってくれた時に、あ、この仕事やっててよかったなって心から思いました。仮面ライダーガールズの中で、はい、よく遊ぶメンバーさんはいますか？みんな結構遊びますけど、伊坂ひとみさんっていうお姉さんがいるんですけども、ひーちゃんとはよく2人で横浜デートしたり、結構ひーちゃんもアニメとかゲームとか好きなので、一緒にそういうイベントに行ったりします。そんなアニメ好きでもある千里さんの最近のおすすめアニメは何ですか？私のおすすめアニメですか？もう最近というかずっとなんですけど、私ワンピースが大好きで、ナミになりたいんです。なりたいんです。はい、なので皆さんワンピース多分見てる方が多いと思うんですけども、ぜひ見てる方がいらしたら一緒に喋りたいので、握手会などぜひぜひ来てください。いっぱい喋りましょう。では仮面ライダーガールズのユニットを通して一番の思い出は何ですか？私、仮面ライダーガールズに新メンバーとして途中参加をしてるんですけども、その時に最初に初期メンバーたちがこう出て、舞台で先に出て私が後から登場するっていうのがデビューだったんですけど、その時に
先に出たメンバーたちが舞台で待ってるからねって言ってくれたのがもう2年経った今でも忘れられなくて、本当にメンバーが大好きです。では最後にサイトの読者へ一言お願いします。はい、今回初めてのグラビア撮影だったのですが一生懸命頑張りましたので、ぜひぜひ DVD 買ってください。以上です。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。